ゲストコーナーです。今回は三原警察署の西川博史署長、そして上式寮かな巡査長、特別ゲストにしんちゃんをお迎えして、楽しい夏休みに向けて低学年編をお話しいただきます。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では西川署長から自己紹介をお願いします。はい、三原警察署長の西川です。三原での生活も2年目となりました。いろんなお祭りが復活して街が元気になってきたのを感じます。朝の通勤時には小学生や中学生の方から大きな声でおはようございます挨拶をいただいて、私も元気をもらってます。皆さんのふるさとである三原を一生懸命守ってまいります。今日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。続いて上式寮さん、お願いします。はい、交通課の上式寮と申します。現在は運転免許証の仕事をしながら、しんちゃんと一緒に子どもさんを守るため、事故や犯罪から守るための活動を始めました。私たち警察官をもっと身近に感じてもらって、困ったことがあったら気軽に声をかけてもらったらと思っています。ではお隣のしんちゃんも自己紹介できますか。しんちゃんです、よろしくね。よろしくお願いします。さあ、ところで西川署長、はい、小学生が犯罪の被害に遭ったり交通事故に遭うことっていうのは多いでしょうか。はい、すごく多いとは言いませんけれども、小学生が被害に遭う犯罪や交通事故は少なからず実際に起こっております。三原市内でも通学時の交通事故、痴漢や盗撮被害のほか、不審者から声をかけられたり追いかけられるなど、小学生が被害に遭う事件が発生しています。皆さんがこれから迎える夏休み期間中に発生が増える犯罪というのもありますので、低学年の児童の皆さんも気をつけてほしいことをしんちゃんと一緒にお話しします。それで今日のテーマが楽しい夏休みに向けてなんですね。そうなんです。交通事故で怪我をしたり犯罪の被害に遭ったりすると、楽しいはずの夏休みが台無しになってしまいますからね。それではしんちゃん、お願いします。もうすぐ夏休みですね。そうだね、楽しいだな。そこで皆さんに命を守るための大切なお約束をお願いします。なーに。まずは道路でのお約束です。道路には絶対に飛び出さない。飛び出さない。道路は右側を歩きましょう。右側。道路を渡るときは右、左、右をよく見て、右、左、右、手を上げて渡りましょう。渡る。皆さんもお約束を守ってくださいね。おまわりさんは皆さんが事故に遭わないようにパトロールをしますからね。うん、お約束。おまわりさん、ありがとう。それからイカのお寿司のお約束を知っていますか。知ってるよ。素晴らしい。じゃあしんちゃん、みんなに教えてくれるかな。まずイカのお寿司のイカ。行かない。そう、知らない人についていかないのイカだよね。じゃあイカのお寿司のの。乗らない。はい、知らない人の車に乗らないののです。じゃあイカのお寿司のお。大声を出す。正解。何かあったら大声を出すのおでした。じゃあイカのお寿司のす。すぐ逃げる。そうだね、何かあったらすぐ逃げるのすです。しんちゃん、次は何でしょうか。最後、イカのお寿司のしですよ。知らせる。はい、大人の人に知らせるのしです。しんちゃん、全問正解だね。よく覚えたね、しんちゃん。うん、お約束だもん。皆さんもしんちゃんが言ってくれた
道路でのお約束や公園で遊ぶ時のイカのお寿司の約束を守って楽しい夏休みを過ごしてください。はーい。三原警察署では犯罪が起きない町、交通事故がない町づくりのために警察官が皆さんのお家を回って相談を伺ったりアドバイスを行っています。もしお家に警察官が来た時には気軽に話をしてくださいね。この放送を見ておまわりさんの仕事に興味を持ったみんな、大きくなったら警察官になってください。地域の方と一緒に安全と安心を作っていければ三原は日本一安全な街になるでしょうね。そうですね。この時間は楽しい夏休みに向けてと題して、しんちゃんを交え小学校低学年向けに犯罪被害交通事故防止についてお話しいただきました。今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。